はいどうも、本日はですね、ハーフマラソンの15キロ以降の失速を防ぐ走り方っていうテーマでお送りをしていきます。はい、冬のシーズンになってくると、もう全国各地でね、ハーフマラソンたくさん行われています。で、ハーフマラソンで結構きついなって感じとか、もうしんどいなって思いなさって、大体15キロ以降なんですね。今回はその15キロ以降の苦しい時の走り方とか、走るポイントっていうのをお伝えしていきたいと思います。まずはじめに、なんで15キロ以降、ハーフマラソンで15キロ以降がしんどくなってくるのかっていうと、まあ、何度か動画でお話ししたと思うんですけども、4分の3症候群っていうのがありまして、4分の3症候群っていうのは、物事の4分の3が終わった時に結構緊張の糸が切れたりとか、もうすぐだっていうイメージが湧いてしまって、きつくなってくるっていうのが、この4分の3症候群ですね。で、ハーフマラソンで4分の3っていうのは大体約15キロですね。なので15キロ以降にぐっと苦しくなってくるっていうのは、こういう状況もあるんじゃないかなと思います。まあ、フルマラソンだったら30キロ以降、まあ、10キロだったら残り 2.5 キロぐらい、7.5 キロ走ったぐらいが結構きつくなってくると言われていますので、結構この4分の3症候群で物事に当てはめると思うんですね。ここからが本題なんですけども、15キロ以降に特に意識してほしい。まあ、これは結構ずっと意識してほしいポイントなんですけども、15キロ以降苦しい時に特に意識してほしいのが4つのポイントです。で、今回お話しする4つは、1つ目は並走、2つ目フォーム、3つ目姿勢、4つ目呼吸、この4つを、お話ししていきたいと思います。順番にお話をしていきます。で、1つ目の並走なんですけれども、並走っていうのは、まあ、同じようなペースの角を見つけてそのまま走っていくっていう、これを並走っていうんですけども、正直並走するのめちゃくちゃ楽です。なぜならば、ペース配分っていうのを自分で考えなくていいから、この方についていけば、この集団で走っていればそのペースで走れるっていう安心感があります。この安心感がメンタルの安定につながって、終盤でも楽に走れるというデータがあるんですね。実際僕も並走を経験したこと何度もあるんですけども、めちゃくちゃ楽です。特に後半の並走っていうのは、本当お互い励まし合いながら走れます。で、レース終わった後にその方も握手し合ったりとかハグし合ったりしますので、本当に、ね、絆も生まれたりしますので、まあ、本当に後半苦しい時の並走っていうのはかなりおすすめですね。なので、事前にしっかりと集団の中で走るとか、事前に10キロとかもう序盤で作ってるペースがあったら、そのペースの集団、その集団のペースでしっかりと走るっていうのを最後に心がけた方がいいんじゃないかなと思います。並走していると本当にタイム出やすいので、これは本当におすすめです。で、2つ目はフォームですね。で、これ以降のフォームが結構フォームのポイントになってきます。まず2つ目はフォームですね。後半苦しい時とかしんどくなってきた時に、やっぱフォームって崩れやすいんですね。で、フォームが崩れるとどうなるかというと、力の推進力がなくなったりとか、余計呼吸が乱れたりするんですね。なので、後半しんどい時こそ、正しいフォームですね。正しいフォームでしっかり走るっていうことを意識してあげるだけで、随分と後半のスピードの伸びとか、後半の疲れ具合とか、失速の具合っていうのは全然変わってきますので、特に後半苦しいなっていう時こそ、フォームを意識しながら走ってください。はい、3つ目は視線ですね。視線は何でかっていうと、まあ、よく遠く見ましょうとか 100m 先見ましょうっていうんですけども、一貫して見るのはちゃんと前見て走ってくださいねっていうことですね。で、苦しくなったらよく下向いたりとか、首をこうやって左右に振ってしまったりしてる人とかしてしまうことってありますよね。あれ、こうすると首を振ることによって推進力を出そうとしてるんですけども、首ってボーリングの球と同じぐらいの重さがあるんですね。で、こいつがブレると体幹の方、体のフォームとか下走ってですね、確実に崩れちゃうんですね。言ったら、姿勢をグッと下に向けるだけで体が前に倒れやすくなりますし、腰も曲がります。要は視線が落ちるとフォームが崩れやすくなるんですね。で、後半苦しくなってくると、やっぱり下を向きがち、顎を引いて下を向きがちになります。こうすると、さっき言ったフォームが崩れやすくなりますし、あとは首を引くことによって呼吸も本当にしにくくなるんですね。なので、しんどい時こそ前のランナーをしっかり見るっていうところを絶対に意識してほしいですね。しんどい時に下を向くというのは絶対に NG なので、意識しながらね、意識して前を見ながら最後、特に後半15キロ以降をね、走るようにしていただければいいんじゃないかなと思います。で、4つ目、呼吸ですね。で、ハーフマラソンって僕はめちゃくちゃそうなんですけども、後半は本当に呼吸、心臓の追い込みになってくるんですね。心臓の耐える勝負になってきます。で、心臓をしっかり動かすには絶対に呼吸絶対必要なんですよね。なので、呼吸を止めてしまうとか、呼吸が浅くなってしまうと、後半の要は耐え時、心臓の耐え時に耐えれなくなってしまうんですね。なので、しっかり呼吸を行うようにしてください。で、呼吸は鼻呼吸じゃなくて口呼吸です。僕もよくやるんですけども、ランニング中特に後半しんどい時は口しっかり開けて、もう結構周りに聞こえるぐらいの呼吸音でしっかり頑張ったりします。そうやって口からしっかり吸うことによって、呼吸しっかり吸い込めて酸素が体中に回ってきます。そしたら心臓がどんどん動いてくれますので、しっかりと後半特にしんどい時は呼吸を意識してください。呼吸はしっかり、鼻呼吸じゃなくて口呼吸ですね。
っかり吸って吐く、これを意識していただければ振動が最後まで持ちやすくなります。これが4つ目ですね。はい、以上がですね、ハーフマラソンで後半失速しないための4のポイントですね。で、さっきも言いましたけども、ハーフマラソンっていうのは後半はやっぱり足の勝負、特にフルマラソンを走り慣れてる方なんかは足が限界じゃなくて、結構振動ですね、振動のバク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 とか呼吸が苦しいっていうところがポイントになりますので、そういう時はしっかりとフォームを意識して姿勢を上げて呼吸をですね、呼吸をしっかりする、そして周りの方の力を助けてもらいながら最後までゴールに行くっていうところまでイメージしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、以上がね、本日の動画の項目になります。ぜひね、ハーフマラソンをしっかりと走り切って強い心臓を作って皆さんの自己ベストを更新できることを期待しております。動画参考になったよという方は高評価ボタンと、そしてチャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。それでは皆さん、レースでお会いしましょう。バイバイ。